誰も覚えていないことは存在しないことになるのだろうか。私には小さい頃の記憶がない。私がいた島のこと、住んでいた家のこと、そして父のことも。私たちが神隠しにあった以前のことは何も思い出せない。一緒に見つかった4人もあの時のことは覚えていない。かすかに思い出せるのは一つの旋律。音楽とともによみがえる記憶のかけら。この記憶は神隠しにあったうちの二人。まどかは岬と島に行くと私に告げ、戻ってない。あの島へは近寄らないで、ルカ。お母さん、知らない方がいいことがあるの。でも私は確かめたい。あの時何があったのか。そして失った記憶の先に何があるのか。それでは続きから始めていきたいと思います。受付睦月と書いてありますね。旧暦の1月ですね。花頭窓があります。お寺なんかでよくある窓で、住居にもないわけではないんですけど、入り口の扉が洋風なのに珍しいですね。すごく大きい鳥居ですね。建物の中に鳥居があるのは屋敷神って言って意外とあるんですけど、まあ、普通は屋上とかに小さく祀ってあるぐらいで、西洋館建築でこんな大きな鳥居があるのはちょっと見たことがないですね。
廊下が格子扉で仕切られている。扉の隙間にメモが挟まれている。手帳の切れ端に何か書いてある。窓かの字のようだ。これは背の高い時計が置かれている。盤面には時刻ではなく月齢が描かれている。月の満ち欠けを知るためのものなのだろうか。月の軌道って楕円なので月齢で月の満ち欠けが完全に分かるわけではないのですが、おおよその目安にはなるっていった感じでしょうね。高級時計のパテックフィリップのムーンフェイズなんかは122年に1日の誤差らしいですけどね。いわゆる西洋館建築の建物なんですけど、入り口だけでも鳥居やら何やら変わったオブジェクトがたくさんありますね。看護さんがいたり、階段の上が閉鎖されていたり。閉鎖病棟というよりは、ちょっと昔の時代みたいなんで、結核病患者の閉鎖病棟、サナトリウムのようなものなのかもしれません。新聞記事の切り抜きのようだ。失踪事件のことが書かれている。ローゲス島で集団開始事件。昨日午後4時半ごろ、ローゲス島に着港した定期船おぼろ丸の船長から同島の島民が多数死亡しているとの通報があった。発見時、遺体は一様に手で顔を覆うような状態であったことから、警察では疫病の集団感染も懸念される。残る島民はいずこへ。また残る島民も島の中に姿が見えず、生存者は未だ発見されていない。警察では遺体回収と同時にこれからも島民の捜索を続ける予定である。島民の多くが死亡あるいは行方不明となる事態にもかかわらず、争った跡や事故が発生した形跡もなく、島民だけが忽然と姿を消したかのような光景に駆けつけた警官らも首をひねっている。古くは黄泉に近い島として恐れられていた老月島だが、今は以前とは違い、老月群島の人間以外は立ち入れぬような閉鎖的な場所ではなくなったようだ。かつて島が滅びかけるような大きな災厄があったが、そこから復興したことがきっかけだという。
私のようなまれびとを嫌うどころか、老月神楽といった貴重な文化や螺鈿細工や老月彫りなどの島の工芸品の美しさを紹介してくれるのではと、むしろ長には歓迎されているようだ。この島に遮影機の材料を探しに来ようと考えたのは、この島の特殊な信仰のためだ。老月島では月を信仰の対象にしている。この島では表面に見える姿形を太陽とすれば、月は内面、つまり記憶や人格、ひいては魂を表している。魂は肉体が滅びた後も異界とつながっていると考えられており、月は異界への扉のように考えられているのだ。月は異界の象徴のようなものなのだろう。その死者の魂が帰ってくる神楽があるのだが、その要になるのがこの島の面だ。儀式の際に巫女がつける面は、死者のいる異界、つまり月と我々の世界を結ぶ接点となっていると思われる。異界につながる仮面、この島の面は一種類ではない。さまざまな種類の面があるという。面を調べることで私の異界研究は大きく前進するだろう。頼りにされていたんですね。助けてあげたいです。ステージ上に現れるモヤ状のものに向かって撮影をすると、写真に何かが映り込みます。映り込んだものは物語を進める重要な手がかりとなります。
麻生博士の来館を報じる古い新聞記事のようだ。この部屋が作られた時のものだろうか。本土の科学者麻生邦彦氏、ロゲストオライフォース。これは民族学にも造詣の深い博士が我が党の伝承や伝統工芸の調査を希望され実現したものである。なお明日には島に伝わる祭事ロゲツカグラを見学される予定とのこと。これを機に多くの来訪者が本土より訪れることを切に願う。なお麻生氏が滞在するロゲツ館では氏が宿泊した部屋を今後資料室として開放するとのことである。操作に慣れてないのに引きつけすぎました。ロゲス神楽はロゲス島で10年に一度行われる我が島最大の祭事です。祭りの見どころは月はみ堂にて行われるロゲス神楽。器と呼ばれる巫女と奏でと呼ばれる少女の演奏者たちが神秘的な神楽の舞を演じます。島外からのお客様におかれましてもぜひこれを機にロゲス島を訪れていただき悠久の歴史に触れてください。神楽について書かれた最古のものって万葉集で、古事記や日本書紀に書かれている天の岩戸のお話が神楽とか芸能の元になっているってされてるんですけど、まあ、今の神楽って男性が中心なんですよね。巫女と少女によって行われる神楽ということは、まあ、相当古い歴史のある神楽なんだと思います。
窓の外は中庭になっているようだ。増築跡なのか、窓の左半分は隣接する建物の壁に埋まっている。小さい島のサナトリウムにしては随分と広さがありそうですね。掲示板らしきボードに古いポラロイド写真が並べられている。写真は全て色褪せ、何が写っていたのか分かるようなものはない。ここが食堂ですね。小さな鍵に彫刻が施された木の札が付けられている。
鍵の下に何かが印刷された木のプレートが敷かれている。玄関ホール2階大扉開放の手引き。1、玄関大階段下にある倉庫の操作盤のスイッチを入れる。2、大扉開放の数字は合わせて13。3、管理室に許可を取らずに操作をしないこと。映写機がある。リール式のフィルムがあれば見ることができそうだ。前の動画の時はうまく撮れたんですが、失敗しました。ここのシャッターチャンスはちょっと難しいですね。今回はコンプリートが目的ではないので、このまま進めていきます。でもやっぱり、Wii リモコンの操作が慣れなくて、ちょっと悔しいです。ちょっと悔しいです。すごく悔しいです。ポストのような木箱に古い新聞記事が挟まれていた。
団失踪事件の最後の生存者、死亡。本日午前10時、ローゲス島で発生した集団行方不明の生存者として発見され、病院に入院していた少女が死亡したとの発表があった。なお、死因は衰弱死とみられる。集団失踪事件、謎深まる。捜査から2週間経った今も、島民たちの行方は依然不明となっている。ローゲス島で発生した集団失踪事件は、捜査の糸口さえつかめぬまま打ち切りとなる恐れが出てきた。また島民たちの死因は未だ不明。疫病の集団感染でないことは判明したが、死因の特定はできていない。いずれも手で顔を覆っており、表情がであることから、何か関係があるのではと関係者は話している。操作盤に数字が書かれたスイッチが並んでいる。42168の合計が21ということですね。それを13にすればいい。あ、答え覚えてたわけではないです。たまたまです。動画では聞こえないと思うんですが、今 Wii リモコンからすごく嫌な声で返してっていう言葉が
聞こえています。こっち。払え月と書いてますね。旧暦の3月のことですね。
蘭月、旧暦の7月ですね。月曜病の患者への問診を収録したテープ。女性患者桐谷卑弥呼に対して行われている。テープ回りました。どうですか、気分の方は。わかりません。気がつくと廊下にいて、月が見えて、月を見ると少し落ち着くんです。いつからですか。前の祭りの後からです。祭りが終わってもまだあの感覚が続いているような。それはどういう。どんどん自分が溶けてなくなって、何か忘れてはならないことがあったのに、何かを忘れたことも思い出せなくなっているような気がするんです。そうか。まずこの薬を安心してください。必ず解放に向かいます。あの音楽は何です。あの音楽を聴くたびにまた、やめてください。やめて。わかりました。あなたには特別な治療をしましょう。
さあ、ここからは完全に初見ですね。食堂なのでこっちから行った方が早いかな。
麻生記念室なので、どちらから行っても同じぐらいの距離ですかね。壊れるだけじゃなくて、アイテムもなくなっちゃうんですね。濡れガラスの巫女でもこれあったんですけど、月はみの画面の方が相当タイミングシビアですね。避けれる自信がないです。
お疲れ様でした。今回はここまでです。ゼロシリーズって毎回僕ストーリー好きなんですけど、今回の月はみの仮面はなかなかいい感じですね。雰囲気がたまらないです。ちょっとゼロシリーズの経験者ということもあって、初歩での戦いいい感じにフェイタルフレームが決まってあっけなく倒してしまったんですが、ゼロファンの友達から後で聞いたところによると、本当は逃げようとすると本がバラバラって落ちてきたりとか、いろいろ怖い仕掛けがあったみたいです。ゼロシリーズは本当に知る人ぞ知るっていうゲームですし、ホラーが苦手な人も多いと思うんですけど、僕がそばにいますので、もしよろしければこの先も一緒にドキドキしながらご覧いただければ嬉しいです。それではまた。